まあ、そこにあのシングルマザーたちのどうのこうのとかそういうお子さんをどうのこうのって言ってらしたけど、はい、まずあなたご自分のお子さんたちを立派に育てなきゃいけない、ね、じゃないとあなた、はい、あなたのところのお嬢さんいくつか知らないけどあなたと同じ目に遭うかあの、うん、そういう子、うん、育っちゃうかもよ、はいね、14、15歳で男性とセックスして子供産んじゃうそのリピートしちゃうかもしれないあなたのお子さんがね、はい、え大体アメリカのシングルマザーってみんなねあのお母さんの同じ繰り返していくのよだからまずあなたは もうご自分の6人のお子さんをもう他のお子さん関係なくそのお子さんを立派に育てて教育してあげた方がいいと思いますね、